おはようございます。新潟の APA から今日はスタートでございます。今日は特急電車に乗って酒田まで行くんですけれども、昨日結構飲みすぎたからちょっとね、社長水で酔いを覚ましていきたいと思います。いつも思うんだけどさ、本の社長と水の社長結構違わない？本の方がなんか漏れてる気がするんだけど、そんなことはどうでもいいんですけど。で、今回ね、ちょっと今日はたくさん移動したいので、酒田に着く前にちょっとサイコロを転がして、その後の目的地を決めていきたいと思います。酒田でそのまま降りちゃうとちょっとロスが結構発生するっぽいんで、今日はそうさせていただきます。今日の全力が明日の最善を作っていきましょう。じゃあ新潟駅に向かいます。ちなみに今日の新潟はこんな感じで、かなりどん曇りですね。で、今日は平日なんで多分空いてるとは思うんですけれども、まあ、まだわかんないけどね。また混んでたらやだな。こういう地方の大通りめっちゃ大好きなんだけど、早速座れなくてもだいぶ体力削られてます。この列車は特急南号1号秋田駅です。通勤とか出張の人とか、まあ、旅行の人もたくさん乗ってるみたいですね。さっき車内放送で JR 東日本パスの取り違いが新潟でありましたみたいなこと言ってて、やっぱり多いですね、平日でも使ってる人、期間限定だもんね。この列車は特急南号1号秋田行きです。トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、出発してから1時間経ったから、さすがに皆さんちょっとお手洗いが近くなってきたみたいですね。デッキがもうめちゃくちゃ混んでます。というわけで、ここで第3回目のサイコロターン。このサイコロを振った結果によって、この列車に乗り続けるのか、乗り換えてどこに行くのかが変わります。素晴らしい景色をバックにサイコロドーン3。浅虫温泉っていうのかな、これ。青森のちょっと先なんだね。浅虫温泉まではこんな感じの工程になるそうです。16時前ぐらいに浅虫温泉に着くっていう感じですね。遠くね。っていうかさ、秋田で乗り換えの特急さ、絶対この列車の人みんな乗るじゃん。また立ちかもしんないぞこれ。自由席並んどけって話なんですけど、並ぶことがちょっとできない性格なんで並べないんですよ。行列のできるラーメン屋なんか全然魅力感じないもん。これはまだ4枚残してる指定席カードを使う時が来たか、ついに。じゃあこのまま秋田まで乗り続けて、青森の浅虫温泉を目指したいと思います。みんなトイレ使いまくるから、いよいよ故障したよ。めちゃくちゃ白鳥が飛来してるの分かりました。米食うんだ。一応酒田に着きましたということで、すいません降りなくて。ここで降りるとね、時間のロスがすごいことになっちゃうんで。
KPP トレインで秋田にやってきました。次に乗る青森行きの特急がもう到着してるんですけれども、30分後なんですよ出発。もう自由席埋まってんだけど、こんな早くも優先しちゃうんだ。なんか買い物してこようとりあえず。また2時間半以上席ないな、きついよ本当。4両編成しかなくて自由席が2両なんですね。やっぱり買い物してる間に全部席なくなってた。空いてるって思ってもなんか荷物だけ置いてる、席取りしてるみたいで、これはちょっといよいよ指定席カードを使う時が来たか。指定席通ったけど今人がいないだけでめっちゃ埋まってたみたい。この列車は特急津軽3号青森行きです。次は終点青森です。はい、浅虫温泉到着しました。長い、5時間かかったぞ。いやでもすごい綺麗だよ。ちょうど夕日が沈む前ぐらいの時間で、なんかすごいでかい島と、なんか向こうにもね、なんか岩がすごいですね。津軽半島とかが見えるところなんで、すごい陸に囲まれてる。そして波が荒い。いやでも本当にここまで長かったな、5時間。もうずーっと座りっぱなしで、ずーっと混んでるし、こんなに人がいないところ来るの久々だよ。そんなわけで次の目的地に行くべくサイコロを回していきましょう。今回の目はこちらです。伊豆急下田、熱海、軽井沢、松本、尾張捨、野辺山。また全部遠いな、なんかもう。めちゃくちゃ移動させるじゃん。まあでもそれがこれの醍醐味だもんね、このパスの。はい。ではサイコロを振っていきましょう。じゃあサイコロを振っていきます。ほら。これは1？ 嘘。1ってなんだ？伊豆急下田、伊豆急下田です。端から端じゃねえかよ、ほんとに。もうどんだけ移動させんだよ。下田とかめちゃくちゃ実家じゃねえかよ、うちの。実家帰れって言ってんのかよ。というわけで、これから伊豆急下田に向かいます。いや、乗り放題のフリーパスでなんで実家帰んなきゃいけないんだよって感じだけど、ここまで乗ったらもういいか、実家帰っても。下田行くってことはついに新幹線乗れるってことですよね。新青森からはやぶさに初めてはやぶさ乗るわ。ちょっとそれは楽しみだわ。でも今日中に絶対下田とかつけない気がする。やっぱさすがには今日中にはつけないけど、でもロケーションここ最高だね。この夕日が落ちるところと、あれ来る海っていう、なんかもう最高じゃん。さすがに北東北の冬は寒いよ。この時間めちゃくちゃ寒くなってきた。こういう田舎の物産館あるある言っていいですか。別に用もない地元のおっさんがずっと店内うろうろしがち。うちの実家の方もそうだから。自分だけでやってたら絶対こういうとこおろっこなかったもん。今度は普通に泊まりに来たいな。あそこのなんかちょっとボケちゃってるけど、
旅館とか泊まりたい。めっちゃ景色良さそうじゃない？いいね、この景色もずっと見てられるけど、あと15分後の電車で帰らないといけないのです。ちなみに現在の時刻は16時40分です。いや本当にいい景色だな。そして寒い。これは何度でもインサート入れたいわ。下田まで行くのか。長野とか出てほしかったわ。水族館とかあるんだ。もう下田じゃん。浅虫温泉駅ドーン。上り列車が参ります。黄色い線まで下がってお待ちください。青森に戻ってきました。インスタ映えスポットがあったからちょっと来てみたわ。浅虫温泉からここに来るまでの間、高校生がすごい乗ってたんだけど、方言が出てるのがすごいめちゃめちゃ可愛くて、この写真漏れてないから意地でも送りたくなくてみたいな。僕も関東に出てきてからあれって方言だったんだって思うこと結構あるから、地元にいると気づかないんですよね。わかるわかる。発光だまるでございます。でこの後新青森駅まで向かって、そこから新幹線で東京に帰ります。でそこから熱海までは行けるかな。熱海に泊まると思う今日は。やっぱりはやぶさすごいね。指定席全然空いてないわ。多分途中から乗ってくるんだろうけどね。すんごい船がギーギー言ってるんだけど、青森とかこういうなんかやっぱり海のある景色ってすごいいいよね。港町すげえギーギー言ってるんだけど、なんかご飯食べたいけどな。どうしようかな。サクッと食べれるものあれば食べてっちゃうけど、それか駅弁かな。多分ね、盛岡とかそこら辺、仙台とかそこら辺から結構混むと踏んでるから、新青森からはそんなに混まないと思うんですよ。飲み食いするなら最初のうちだけだな。にしてもこんな夕方から出ても熱海までは行けるとかすごいよね。新幹線ですげえな。この橋は青森ベイブリッジというらしいです。海真ん前っていうのが本当にもうロマンあるわ。ロマンいいね。津軽海峡だよ。向こうは函館だよ。北海道だよ。今思ったけど、何気にこのチャンネルで関東から出るのも初めてだよね。海旅チャンネル、今まで関東でずっとくすぶってたのに、ようやく関東を脱出しましたよ。いやー青森まで来ちゃった。一瞬で帰るけど、そこになんかお土産屋さんがあるんですけど、3年ぐらい前に青森来たことがあって、3、4年ぐらい前、その時もあそこめっちゃおしゃれなお店とか入ってた。クラフトビールもあった気がする。そして本当に寒い。もう冬だよ。冬、匂いも冬。なんかわかります？匂いの、冬の匂いって。駅弁ガチャガチャ。皆さんはどれ食べたことありますか？こっちにもあるよ。鶏飯食べた。このカツ丼すごいな。初新青森。新青森。初めてのはやぶさ号だ。はやぶさ乗車だ。イエーイ。
乗るときすごいおじさんいたの分かりました？俺もああなりたかったわ。稲穂号とかのとき自分の椅子持ち込んでアイマスクまでしてたよ。というわけで列車は盛岡を過ぎたので、もう最高速度320キロ、320キロのスピードを皆さんにも体感してもらいたいと思います。発目せよ。はい、東京やっと解放されたって感じ。なんかもう今日一日中ずっと電車の中に缶詰されてて、久々に外の空気吸えて、このまま熱海までまた1時間半だか2時間だか電車の中に缶詰になります。ちなみに東北新幹線なんですけど、なんか宇都宮で線路内発煙ってことで遅れてるっぽいですね。発煙する前に帰ってこれてよかったな。新幹線が止まってたらしいんですね。自分が乗ってたはやぶさの1本後に乗ってたら1時間ぐらい止まっちゃってたみたいで、1本落としてたら熱海まで行けなかった。マジ単にずっと座ってるだけだから本当にもう何も体動かさないし代わり映えしないし、意外ときついこれは。早く熱海に着いてほしい。熱海温泉不倫旅行ということで熱海に到着しました。もう速攻で宿にチェックインします。そんなこんなで熱海の東横井に到着しました。最後の力を振り絞っております。ただ座ってるだけだから楽だろうなって思ったんだけど、案外きつい。本当にもう何時間もずっと座りっぱなしだし、外の空気も吸えないし、一生このままここに閉じ込められて死ぬんじゃないかみたいな感じの気持ちになってましたね。新幹線ってめっちゃ速いから、めっちゃ速い状態でなんか坂とか下ると一気にうんってなんか下がるような感覚すごいするじゃないですか。今もあの感覚してる。まだなんか新幹線乗ってる感覚すごいあるもん。ていうか旅行行く時って綿密に自分で工程を組んでから行くことが多いから、今回は違うじゃないですか。もう友達が決めてくれた候補先にサイコロ振っていくっていう、あんまりなんか旅してる気分にならなくて、昨日からずっと。これ人に物事決められるの本当に嫌なのかもしれない。最後にじゃあ青森で買ったお土産品紹介をします。こちらリンゴで作ったリンゴ茶、なんかお湯を注ぐだけでリンゴ茶になるよみたいな。注ぐよね。とニンニクの一味的な感じの、これ結構美味しそう。ニンニクも好きだし辛いのも好きだからこれすごい良さそう。となんかでけえニンニク買ったよ。明日は朝下田に向かいたいと思います。明日が最後だけどちゃんと東京帰ってこれるのかな。まあ不安はありますが、明日もいい旅になるといいですね。はい、というわけでこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた続編、続編最終章、最終章でお会いしましょう。さよなら。変わり映えしない景色ね。ハッピーアワーじゃなくて なんだっけ、あなたを求めてた。本当にやばいやばいやばい、雨やば。